全国の皆さん、こんばんは。USD、テレビ仙台の岩瀬純一郎です。大橋めぐみです。今日からこの番組、9PM が全国に放送されるということで、今日のオープニングは大阪府堺市の生の映像をお送りしています。今日からどうぞ、よろしくお願いいたします。それではまず、この話題から。今週発売の女性自身によって、報じられた増田岡田。岡田圭介さんと妻、ゆかさんの別居報道。その女性自身によると、岡田さんは半年前から別居を強いられており、別宅で一人暮らしをしているということです。なぜ、そのような事態になってしまったのかというと、そこには岡田さんの娘、由美さんのブレイクがあるらしく、昨年の由美さんのブレイク後、元芸人である、妻、ゆかさんが半ば強引に、芸能事務所に所属し、芸能界復帰。そんなゆかさんと、もともと、子供たちの芸能界デビューに反対だった、圭介さんと話が噛み合うわけがなく、夫婦に摩擦が生じてしまったのは、想像するにたやすいことである。女性自身の取材に対しても、岡田さんは、私たちは、いろいろと状況が変わりました。娘がこんなにブレイクするとは考えていませんでしたしね。今後の人生の考え方で、夫婦に摩擦が生じたのだと思います。と答えており、ことの重大さを露骨に表しています。複数のスポーツ紙が、ゆかさん側は離婚を回避し、また一緒に家族で暮らしたいという意向を示していると報じているが、このすれ違いの結末が、閉店を迎えてしまうのかどうかが、今後気になるところです。改めまして、皆さんこんばんは。9月1日、金曜日の 9PM です。金曜レギュラーは、作家の小池百合香さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。先ほどの話題もさることながら、今日はこの番組にとって、大きな一日になりました。この番組が今日から MU24 で放送されることになりました。MU24 は、東京都練馬区に本社を置く、日本全域をサービスエリアとする BS 放送局です。今日から、その放送局で、この番組が放送されることになりました。日々、有益な情報を伝えてきたこの番組ですが、これからも情報を迅速かつ丁寧に伝えていけるよう、精進してまいりますのでよろしくお願いします。それでは参りましょう。本格宅配ピザっていうと、ピザッチョっていう。美味しい宅配ピザっていうと、ピザッチョっていう。ピザッチョっていうと、ピザッチョっていう。そうして、後で、寂しくなって。ピザッチョっていうと、ピザッチョっていう。ピザッチョでしょうか？いいえ、誰でも。美味しい宅配ピザは、ピザッチョだと思う。ピザッチョ。私たちは D の力を信じる。車を快適にするドリームを。車を楽しくするドライブを。電材はこれからもきっと走り続けていくあなたを応援します。ダイビング Your Way。ダイビング Your Way 電材。